こんばんは、ハレリア。アメン。ハレリア、アメン。アメン。ハレリア。こんばんは、犬さん、ハレリア。吉原さん、こんばんは。アメン。ハレリア、アメン。孤独で悪かったな職人の皆さん、油注ぎを受けましょう。こんばんは。今日は若干あったかいですかね。若干あったかい感じです。アメン。そうですね、今日のテーマはですね、みんな孤独だよね、みんな孤独だよね、ニコ生は孤独だから見るんだねというね、まあそのま前にもこういうタイトルしたことあると思うんですがね。はい、カズノコさん、こんばんは。カズノコさん、今日はあのカズノコの初競りがあったってニュースにありましたよ。カズノコの初競りっていうのは、まあ、最初の競りだから、カズノコが出回るっていうことでしょうかね。初競りがあったそうですね。はい、今日ほどいいタイトルに嫌味を感じたことはない今日ほどタイトルに嫌味を感じたことがない。ごめんなさい、今あの、トツ来てるんですけど、ごめんなさい、トツはね、あの、あれなんです、許可制なんです、ね、ごめんなさい、放送外で、あの、許可を取ってからしてください、申し訳ありません、トツ来て、あの、くださってる方いるんですけど、すいません、またはトツの内容をですね、一度書いてください、はい、はい、それではですね、何からいきましょうかね。まず、プレゼントがですね、プレゼントね、プレゼントはですね、まずこれを見てください、これね、これですね、これ誰でしょう、皆さん、これ誰ですか、誰でしょう、見たことないでしょう、これイエス様なんですよね、イエス様で、なぜ、この顔がイエス様かというと、あの皆さん、あの、吉原さん、イエスキリスト、あの聖外婦ってあるでしょ、リュウさん、こんばんは。聖外婦っていうのは、あのイエス様の遺体をこうね、包んだ布ですね。その聖外婦をですね、あのネガを取るとこうイエス様の像が映ってたんですが、その聖外婦の像からコンピューターでこう立体化したというか、それがあのこの顔なんだそうですね。で、イエス様の顔ということで、でこの、まあ、根拠はですね、このサイトなんですが、ちょっと待ってください。このサイトを見てくださると、この絵が最後の方に出てきますので、これですね、これがそのソースですね。そしてあのアキネアさんとかいう少女が、アキネアさんじゃなかったな、アキアネさん、アキアネさんっていうあの絵を描く人がいるんですが、その人 の, あのイエス様のを描いた絵とすぐ似てるということで、そのアキアネさんのことがこれに書いてありますね。はい、まあそういうわけです。これプレゼントですね、皆さんプレゼント、まあ実際ね、あのどのぐらい似てるかちょっとそれはわからないですね、わからないんですが、まあ似てるかもしれないという感じですね。はい、それではですね、まず、インタビュー
インタビューじゃないや、アンケート取りましょう、アンケートね。まあちょっとこう、オーソドックスなアンケートですが、まあ孤独を感じている人も、これは大抵の人は多かれ少なかれ感じてるんですが、まあある程度強くっていうか、ある程度強く孤独を感じる人が1ね、あんまりちょっとしか感じない、ね、ちょっとしか感じないという人が2ですね、かなり孤独だなと思う人が1ですね、はい、まあ金梅さんなんか孤独なんじゃないかなと思うんですね、孤独だからお酒飲むっていうのはあると思うんですね。はい、かなり孤独な人が1いきます。いいですか皆さん、わかりましたか。かなり孤独な人が1 1 2の3。あ、皆さん正直ですね。 48% 48% の人が孤独、かなりやっぱり多いということですね。2人に1人はかなり孤独を感じてる、2人に1人はかなり孤独を感じてるということですね。お酒飲む人は大体孤独でしょうね。お酒飲む人、それからそうですね、まあゲームやる人、ゲームやる人は知らないな。ニコ生来る人はやっぱり孤独なんじゃないか。ニコ生っていうのはやっぱりなんかこう人がたくさんいる人のところにまた集まるじゃないですか。だからやっぱりこう人がいるところにいたいという、そういう感じがあるんじゃないかな。イエス様が共にいてくださるので孤独ではないです。アメンアメン。これ結論なんですね、それが結論なんですが、孤独だから、まあ、人気のいるところにいたいみたいなね、まあ、テレビなんてそういうところあったと思うんですね。テレビっていうのは結局、まあ、こう人がこう見てるから、そのなんかこう共有してるようなね、番組を共有してるような、なんかそういうような、そのみんなと一緒に、みんなと同じ行動したいという、そういう、キリちゃん、この放送に出会ってから孤独から解放されました。あ、もう証ですね、これ。この放送に出会ってから孤独から解放されました。この放送に出会ってから孤独から解放されました。もう結論出てましたね。素晴らしい。素晴らしいですね。もう本当に、まさにピンポンという感じで。ね。アメン。じゃあ、次の質問ですね。まあ、孤独とは何かっていうところからちょっと話していきたいんですが、皆さんがどういう時に孤独を感じるか、ちょっと言いにくいかもしれませんが、イエス様がいるので孤独ではないです。どういう時に、はい、ポンピーさんありがとうございます。どういう時、どういう時に、その孤独を感じるかを、はい、お財布にお金がないとき言えますよね。孤独に敏感、この放送が終わったとき、ああ、なんとなく、この放送が終わったとき孤独、イエス様の愛を知らなかったとき孤独でした。ゲームをやめた瞬間、あ、やっぱりじゃあゲームやってるときはやっぱり孤独を紛らすって感じかな。引きこもりで孤独です。年賀状がいつも来なかった時、昼起きたら家族が外食出かけていた、会社にいる時孤独、テレビを見てる時孤独。テレビを見てる時孤独なんですか。ゲームやってる時の孤独は、孤独感パないけどな。ゲームやってるとき孤独なんですか。ゲームやってるとき孤独。Facebook 友達ゼロ、不登校になったとき、一人外食、この放送を見てるとき孤独、俺ヒッキー超孤独だよ。孤独なのはあっただよ。孤
得なのはあなただよ。家族を失った時、そうですよね。高校出てから一度も同窓会呼ばれない。教室の隅で寝たふりをしている時、理解してもらえない時、アメン、そうですよね。不採用通知が来たら孤独、修学旅行で一人で京都見学した時、一人で京都見学したの？会社で話を聞いてもらえない時、一人でクリスマスを過ごす時、電車で寝たふりをする時、携帯が全然鳴らない時、浪人生の時、一人暮らしの部屋に帰った時、そうですね、やっぱりなんとなくわかりますよね。やっぱり一人でいる時はもちろん孤独ですよね。一人でいる時ね。はい、ありがとうございます。メールゼロの時、メールゼロ、そうですね。まあ孤独、一人でいるとき、確かに一人は孤独ですよね。一人は孤独だけどね、皆さん、貧しいものは幸いだっていうのがありましたでしょ、一昨日かな。貧しいものは幸い、もっと前かな。やっぱり孤独なものは幸いだってちょっと言いたいんですよね。孤独なものは幸い、なぜ孤独なものは幸いかというと、結局もし孤独じゃなかったらですね、こうイエス様を求めないということなのかな。まあ孤独じゃない人はですね、イエス様は必要じゃない感じがしますね。まあ、孤独だからなんかイエス様は必要かなという感じがします。まあ、例えばその人がいてもね、人がいても孤独っていうのはありますよね。学校でも会社でも人はいるけど、結局、友達がいなかったら孤独なわけですよね。要するにその人がいるかいないかじゃなくて、その、こうコミュニケーションというかな、人間関係があるかないかなのかな。人間関係がなかったらやっぱり孤独。例えば新宿駅行くでしょ。新宿駅行ってたくさんいますよね。もうたくさんも人がいます。だけどみんなね、知らない人ばっかり ですから、たくさん人がいたって、その人間関係がなかったらやっぱり孤独ですよね。で、都会っていうのは人がたくさんいるけど孤独です。それはやっぱりこう人間関係がないからですね。希薄ですよね。ですから例えばこうね、人がいないところでも親しい人が一人でもいたら、まあそれは孤独じゃないわけですね。やっぱりその孤独というのは心がね、心がこう共有するっていうか、共感するというか、コミュニケーションがあるかないかとか、やっぱりそういうところがあると思うんですね。じゃあなぜコミュニケーションが取れないか、これは非常に簡単ですね。はい、じゃあ皆さん、皆さん答えてもらおうかな。どうしようかな。多くの人はコミュニケーションが苦手ですね。で、なぜ苦手かというと、そうですね、聞いた方がいいかな。コミュニケーションが取れない理由、まあ聞きましょうね。はい、じゃあ皆さん、孤独というのは、
他の人とコミュニケーションが取れない、意思が疎通できない、まあいろいろやっぱり聞かないでいろいろ理由があると思います。一つじゃないと思うんですが、じゃあ皆さん、なぜ他の人とコミュニケーションが取れないんでしょうか。なぜコミュニケーションが取れないんでしょうか。他の人と心が通じないんでしょうか。コミュ障だから、コミュニケーション障害っていうことですか。コミュ障、それから孤独な質問、人生ボロボロで孤独でです、もう死なせて、死んじゃダメです、死んじゃね、アスペだから、競争は世の中全員競争相手だから、自己中だから、恐れがあるから、あ、これ大きいね、自己中だからと恐れがある、これ大きいですよ。それから見つめ合うと素直におしゃべりできない、陰で笑われる不安、あ、要するに対人恐怖症みたいなのかな。孤独も意外といいものだよ、言いたいことが伝わらない、言いたいことが伝わらない、自己愛性人格障害だから、イエス様にある関係の素晴らしさを知らないので、自分のプラスにならないから、職業を聞いてくるから、あ、これ言えますよね、これ言えます、トラウマがあるから、あ、これも大きい、トラウマがあるから、その人とこう関わると聞かれるとぐさっと刺さるみたいなね、あー、なんとなく見えてきましたね。はい、ありがとうございます。罪の性質があってみんなが自己中だから、はい、ありがとうございます。私はですね、一浪なんですね。一浪っていうのは浪人をしたということですが、その時に試験に落ちた、傲慢だったんでしょうね、試験に落ちたというのが、まあ、人格を否定されたような、あなたは不合格ですっていう感じで、それでドーンと落ち込んで自己嫌悪になりましたね。そして今度は浪人っていうのは結局さっきも職業を聞かれたっていうのがありますが、まあ、近所の人とか友達に会うと、麻生さん、大学どうでした、受かりました、どこ行きましたとか聞かれるじゃないですか。すともじもじして、いや落ちました、今浪人してますとか言わなきゃいけないわけですね。だからまあ職業を聞かれてるようなもので、こう落ちましたって言わなきゃいけないわけですよね。で、そういうのがやっぱりちょっとプライドが傷つくんでしょうかね。そのプライドが傷つくので、もうそんなこと言われるんだったら人と会わない方がいいっていうことで、まあ一時的に引きこもりましたね。部屋の中にいれば聞かれませんからね。まあそういうコミュニケーションが、まあ、取れないというよりも取りたくなくなってしまった、それは、まあ、要するに、仕事がないとか、ね、引きこもってるということは、まあ、その仕事がないとか学校行ってないということの中で人と関わることによって傷がうずくみたいな、聞かれたくないとか、まあ、そういうことで、だん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 引きこもるということがあるでしょうかね。みんな話す内容がないから社交辞令的な会話になるのかも。ああ、話す内容がないから社交辞令的な会話になって、要するに聞かれたくないことを聞かれちゃうみたいな。だったらその気持ちを理解してくれるどころか、逆にその人と関わることによって傷つくみたいなね。学校とか会社行くと結局いろいろ言われるわけでしょ、なんか悪口言われたり、なんかこうからかれたりすると、要するに人間のコミュニケーションがプラスに働かないでマイナスに働いて、そのコミュニケーション取ることの方が辛い、コミュニケーション取ることによって傷つく、だったらコミュニケーション取りたくない。皆さん見えてきましたね。つまり多くの人が孤独なのはね、ある意味では自分を守る、傷つきたくない、聞かれたくないね、恐れてしまう、対人恐怖になる、
だからそのコミュニケーションがその取れないんじゃなくて取りたくないみたいな、ね、そんな感じじゃないでしょうかね。だけど本当のことを言うと、それはまあ例えばネガティブなコミュニケーションという名付ければ、ネガティブなコミュニケーションは嫌だみたいなね、傷つくようなネガティブのコミュニケーションは嫌だけど、だけどポジティブなコミュニケーションは欲しいなみたいな、そこなんですよ。そこ、つまり世の中にはネガティブなコミュニケーションしかないと言ってもいいかもしれません。で、そのネガティブなコミュニケーションというのは結局のところ傷つくわけですね。つまりそれは昨日の話の延長線にあるんだけど、結局愛がない、神の愛ですね、神の愛がない、神の愛がない、そういうコミュニケーションだからネガティブであり傷つくんだということですね。だけど多くの人たちは励まされたい、理解してほしい、愛されたい、楽しい会話をしたい、そのためにはポジティブなコミュニケーションが必要なんだけど、それができない、そういうコミュニケーションができないね。見えてきましたね、皆さん、見えてきましたよ皆さん。ある意味でみんなが孤独だというのはある意味では正解なんですよ。傷つくよりもいいね、辛い思いをするならいいね、理解されないなら孤独の方がいいという、それはある意味で正解ですが、ただ孤独だと寂しいということで、じゃあどうしたらポジティブな楽しいコミュニケーションが取れるかということですね。どうすれば楽しいコミュニケーションが取れるか、神の愛が必要です。はい、皆さん見えてきましたね、見えてきましたよ、見えてきました。私たちは、楽しい人間関係が必要なんだということですね。楽しい人間関係を持つためには、人を傷つけない心が必要だということですね。人を傷つけない人間関係、それは、罪のない人間関係です。罪のない人間関係はこの世にはないんですが、私たちは罪のない人間関係を作ることが、イエス・キリストを信じて、イエス・キリストを信じて初めてその愛のある人間関係、ポジティブな人間関係、傷つけない人間関係ができるようになってくるのではないでしょうか。アメン。つまり特に日本の社会が孤独社会だというのは意味があるんだということです。まあ世界もそうかもしれませんが、特に日本は孤独社会、そこには意味がある。それはまさにその神様がいない、神の愛がないというその罪の世界の人間関係のある意味ではまあ結論というか、結幕というか、まあそういうですね、愛がなければ結局孤独になるよ、愛がなかったら結局人間は孤独なんだよという、そういう結末、結幕だと思いますね。結末じゃない、なんか別な言葉があって分かんないね。はい、結論だと思います。あ、結末結末じゃなくて結末でした、ごめんなさい。結末ね、愛がない結末は孤独なんだという、結末、孤独が結末なんだということですね。子供が結末だということですね。で、だから日本が、孤独社会だというのはそういう理由だということですね。理由が分かりました皆さん、理由が分かりました。
孤独の理由が分かりました。どうしたらいいか分かりますよね。皆さんどうすればいいんですか。はい、じゃあ、もう一回質問。じゃあね、神の愛がなくていい人間、ネガティブな人間関係しか持ってないこの日本の社会が孤独の結末だならば、では解決はどうすればいいんでしょうか。はい、皆さん書いてください。孤独の解決どうしたらいいんですか。孤独の解決書いてください。リバイバル、アメン。イエス様を信じてその愛を感じれば孤独は解消される。油注ぎを受ける。イエス様を信じる。仏壇を捨てる。本当の愛を見つける。信仰を持って油注ぎを受ける。愛することを互いに許し合う。油注ぎを受けること、素晴らしいですね。神を信じ、愛し、信じる。みんなでカリスマ派に入る。神様を心から信じる。イエス様のことを考えて生活、許し合う。油注ぎ。人間同士では本当の愛は存在しないことに気づく。イエス様といい関係になる。この放送を毎日見る。LTL に行く。隣人を自分のように愛する。アメン。アメン。多宗教なをやめてキリスト教だけ信仰する。アメン。アメン。素晴らしい。ね。皆さん、素晴らしいですね。イエス様に毎日感謝する。アメン。皆さん、正解ですよ。正解です。もう、私たちは、ね。サタンによって、まあ、孤独にさせられているという感じもあるでしょう。私たちは、イエス様によって、イエス様によって、人間関係の必要な、結局ですね、こういうことなんです。いいですか、もう一回ちょっと言います。つまり人間関係というのは、ね、人間関係というのは、その、お互いに、まあ、この人間関係楽しくなきゃいけないですね。で、人間関係でお互いがこの、益となんなきゃいけません。そのためには神の愛が必要ですね。要するに神の愛というのは、神の愛というのは人間関係、いい関係を作るための、まあ、絆なんですね。絆。2年ぐらい前に絆っていう言葉が流行ったんですが、その神の愛が本当の人間関係の絆です。だから、その、神の愛がなければ孤独なんです。孤独ですが、その孤独じゃなくなるためには、神の愛がどうしても必要だということです。人間の愛じゃダメですよ。人間の愛じゃダメです。神の愛がどうしても必要。神の愛がどうしても必要。この神の愛によって初めて、いい人間関係が持てます。アメン。ですからイエス・キリストを信じた人はその人間関係が良くなる、証の中に、許せるようになったとか、愛せるようになったとか、優しくなったとかいう証がたくさんありますよね。それはまさに神の愛を持った証拠ですよ。神の愛を持ったから許せる。神の愛を持ったから優しくなる。神の愛を持ったからね、良い関係を持てるようになった。皆さんね、この人間にとって何が大事か分かりましたか。人間にとって神の愛が大事なんです。神の愛が大事なんです。これがなければ、人間関係がうまくいきません。いい人間関係持てませんね。お金の絆とかね、脅しの絆とかね、力関係の絆、嫌ですよね。世の中そうですね。もう会社でも学校でもなんか、力関係とかね、利害関係とかね、お金の関係とか、そういう関係は本当の人間関係ではありません。神の愛の関係。神の愛の関係、これが本当の、人間関係ですよ。皆さんはそれを知りました。
ですから皆さんは、イエス・キリストを信じて神の愛を、持つようになったので、皆さんはですね、孤独から、解放です。皆さん喜んでください。皆さんは孤独から解放です。孤独から解放です。孤独から解放です。イエス・キリストの愛を知ったんですから、イエス・キリストの愛を知ったんですから、皆さんは、愛し合うことができます。愛し合うことができます。孤独から解放です。孤独から解放です。孤独から解放です。アメン、アメン、アメン。ぜひ皆さん、そのこれから、その神の愛が注がれます。リバイバルっていうのはまさに日本にですね、こうドバッと神の愛が注がれることですね。日本全体に神の愛がドバッと注がれると、日本中の社会が、日本の社会がもうみんなですね、孤独がなくなってしまう、孤独がなくなる社会、いいですね皆さん。孤独のない日本になりますよ。イエス様が孤独から解放してくださいます。アメン。孤独のない日本になります。孤独のない社会になります。愛に満ちた社会になります。皆さん期待しましょう。求めましょう。期待しましょう。求めましょう。愛のね、愛の満ちた社会になります。アメン、アメン、アメン。今日の英語はですね、ルカの14-25、ルカ14-25、ちょっとこれは人間関係が壊れる話なんですけどね。 If anyone comes to me and does not hate his father and mother, his wife and children, his brothers and sisters, yes, even his own life, he cannot be my disciple. And anyone who does not carry his cross and follow me cannot be my disciple.もしですね、誰かが私のところに来るなら、父母、妻、子供、兄弟、姉妹、またはその人自身の命を憎まなければ私の弟子になることはできない。誰でも自分の十字架を背負ってこなければ私の弟子になることはできない。厳しいですね、厳しい。 If anyone comes to meAnd does not hate his father, mother, and mother, his wife and children, his brothers and sisters, yes, even his own life, he cannot be my disciple. And anyone who does not carry his cross and follow me cannot be my disciple. この disciple が弟子という意味ですね。disciple、弟子。私のところに来て、父、母、妻、子供、兄弟、姉妹、自分の命さえも憎まなければ、私の弟子になることはできない。誰でも、自分の十字架を背負ってこなければ、私の弟子になることはできない。ちょっと厳しい命令ですね。イエス・キリストの弟子になるということは、イエス様を優先しなきゃいけないということですね。家族よりも優先。自分の命よりも優先というね、その代わりですね、素晴らしい報いがあります。素晴らしい報いがありますね、自分の家族、自分の命よりも優先する、これが大事なことなんですね。はい、それでは証いきましょうかね、孤独から解放された証、孤独から解放された証スタート。家族がクリスチャンだったら、もちろん憎むっていうのは実際に憎むっていう意味じゃないんですね。むしろ私たちは隣人を自分のように愛さなきゃいけないんですが、この憎むというのは、優先順位がイエス様の方だよという感じでしょうかね。この放送を知ってから孤独から救われました。
家族よりイエス様を優先しなきゃいけないということですね。この放送で救われました、僕にはイエス様の愛を受けました、イエス様からイエス様が孤独から救ってくださいました、生きる力をいただきました、主人と許し合うことができました、神に祈りこの放送を見て救われました、クリスチャンとお友達になって救われました、この放送で真の愛を知り孤独から脱却できました、毎日キリスト教番組見れて幸福です、クリスチャンの兄弟姉妹に囲まれて幸せが爆発しました、キューちゃんがとても憎かったけど許せるようになった、この放送を3年間見ていたら統合失調症が癒されました、ハレルヤ、よかったですね、子供を孤独を解き放つことができました、孤独という暗闇から救われました、神の導きによって教会の方々と出会うことができました、吉原さん、教会には兄弟姉妹がいます、孤独から解放されました、キューちゃんの宣伝動画とか作ってもいいんでしょうか、作ってくださいどんどん作ってください、孤独になったらそこの教会に行っていいですか、いいですよ、絶縁してた両親と許し合いました、私の中の聖霊様も喜んでいます、私のそばには常にイエス様がいたんですね、アメン、アメン、もうイエス様なしでは生きられない、アメン、この放送自体が日本島だと気づいて天国気分、アメン、ポジティブ孤独になれました、先生と話したんですが教会に行くことを勧められました、アメン、この放送を見てたら明日が楽しみになりました、幼子が精神を解放し始めました、イエス様のおかげで自信が出ました、イエス様に愛されていると実感してから孤独から解放されました、明石タイムはいつも素晴らしいです、何事もイエス様を優先しています、この放送自体がでっかい宝島だと気づきました、金梅さんを救ってください、アーメン、イエス様もこの放送を見てる気がします、イエス様はこの放送にいらっしゃると信じます、孤独死がなくなるんではないでしょうか、イエス様のおかげで6キロ痩せました、この放送でキューちゃんに会う時だけは孤独を感じません、この放送は天国でも話題だと思います、アメン、引きこもりだけど今日は頑張って外に出ることができました、ハレルヤ、イエス様の祝福を受けている放送を見れて幸せです、母親の鬱が治ってダイエットもできてとても素晴らしい、孤独でもいいと思えるようになりました、良い明日が迎えられそうです、油注ぎを受けて生まれて初めて涙が出てきました、天国に行ってもこの放送見たいです、この放送を番組で取り上げてもよろしいですか、いいですよ、どうぞ、 LTL に行くために40年ぶりに外に出ようと思いました、アメン、今度証し一つしたいと思います、どんどんしてください、前もって放送前に一度確認してください、イエス様のおかげで明日も笑顔でいられると思えるようになりました、
私は孤独じゃありません、イエス様がおられるから。この放送で遺産の逆流を防げた。チャット祈りやってほしいです。イエス様のようにイケメンになりたいです。家にこもって孤独だったかだったが、イエス様がそれを解消してくれた。はい、それではですね、またチャット宣伝やってほしいです。宣伝を受けたい方は連絡ください。じゃあチャット祈りしましょう。チャット祈りですね。チャットで祈るの祈ります。皆さん祈りを書いてください。一緒に祈りましょう。一緒に祈りましょう。健康でいられますように。この放送のおかげで念願の生活保護リバイバルが来ますように。生活保護が通りました。中国と仲良くできますように。仕事が見つかりますように。大学合格できますように。世界にリバイバルが起きますように。楽しく生きられますように。借金が返せますように。統合失調症が完治しますように。日本が韓国と仲良くできますように。クリスチャンが議席を占拠しますように。早く自立できますように。孤独死しませんように。クリスチャン人口が爆発しますように。健康になれますように。長生きできますように。信仰が深まりますように。タバコがやめられますように。虚言癖が治りますように。体が強くなりますように。受験合格しますように。家族全員救われますように。引きこもりから脱却できますように。家族と仲良くなれますように。肉的な放送が滅びますように。姉の病気が治りますように。お母さんの人格障害が治りますように。 JT が倒産しますように。目が良くなりますように。家族が幸せになりますように。多重人格障害が治りますように。姉が見つかりますように。対人恐怖症が治りますように。油注ぎが受けられますように。偶像崇拝がなくなりますように。妹が売春するのをやめますように。日本の未来が明るくなりますように。白い粉をやめられますように。タバコの悪霊が消えますように。おばあちゃん、おじいちゃんが幸せになりますように。孤独から解放されますように。お姉ちゃんの鬱がすごくなりませんように。ひどくなりませんように。親の仏式葬式取りやめますように。夫の心が癒されますように。福音派がカリスマになりますように。イエス様の愛をもっと知れますように。自民党が政権を取りませんように。孤独から解放されますように。明日が来ますように。税金が減りますように。美しい国日本になりますように。ガジマさんが世界各国で活躍しますように。地震災害が起きませんように。
日本人全体がイエス様を信じますように、強い信仰心を持てますように。聖霊様がもっと充満されますように。多くの日本人がイエス様を受け入れますように。日本人が自分の罪に気づきますように。イエス様を確信できますように。マラリアがなくなりますように。アイドルがいなくなりますように。LTL キリスト教会に信者が殺到しますように。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。キリストを受け入れる人が増えますように。男性差別社会がなくなりますように。 LTL 支部を作りたいです。連絡ください。悪霊放送がなくなりますように。孤独な人たちがイエス様の愛で満たされますように。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。アメン。奇跡を見たいです。皆さん、皆さんの証が奇跡ですね。皆さんの証が奇跡です。孤独から解放された、イエス様を信じたら、孤独から解放された、これは奇跡ではないでしょうか。奇跡ではないでしょうか。皆さん、私たちは毎晩、本当に信仰的なことを学び、話してますが、本当に今日ですね、孤独ということを、ある方からね、リクエストがあってしたんですが、実はですね、放送の前に、数時間かけて、考えて準備するわけですね。いろんな、今日聖書の箇所をちょっと見せるの忘れちゃったですね。聖書にもですね、これは詩編25-16ですが、こういう言葉があるんですよ。この赤線のところですがね、私はただ一人で悩んでいますね。私はただ一人で悩んでいます、こういう言葉がありますよね。また14のところには、主はご自身を恐れる者と親しくされる。結局ですね、イエス・キリストを信じるとですね、イエス・キリストを信じると、その人の心の中にイエス様が来てくれるという、それは聖霊様が来てくれるということでしょう。聖霊様、ね、この間この空洞という話しましたね。丼ですね、器、その丼の中に、体から虚しいという、だからこの体から孤独とも言えるかもしれませんね。中身がないから孤独。しかしイエス様が来てくれたらば、イエス様が来てくれたら中身がある、満たされる、ね、それが孤独じゃないということでしょう。ですから証の中にね、証の中にイエス様を信じたら孤独から解放されたって証がいくつかありましたよね。ですからイエス様を信じるっていうことは、空洞がなくなって、中身が与えられて、イエス様という中身が来て初めて満たされる、初めて孤独じゃなくなる。なぜかというと、イエス様は、本当の友達だからですね。イエス様が言われました、こういうふうに言われましたね、
ヨハネ15の14、ヨハネ15の14ですね。私があなた方に命じることをあなた方が行うなら、あなた方は私の友です。私があなた方に命じることをあなた方が行うなら、あなた方は私の友ですね。イエス様の命令は、イエス様の命令を行うなら、イエス様の命令を行うならば、イエス様は私たちの友達です。そしてイエス様の命令は何ですか？私があなた方を愛したように互いに愛しなさい。私が愛したように互いに愛しなさい。そうすればイエス様が友になってくださる。イエス様が友になってくださるね。皆さん、孤独の解放はそれしかないんだということですね。孤独の解放はイエス様によって満たされるしかないんだ。イエス様の愛で愛し合うしかないんだ。それが楽しい人間関係なんだ。それが神の国なんだ。それが素晴らしい、祝福された人生なんだということですね。そしてイエスキリストを信じる人は死んだ後も天国に行きます。まさに天国は天国です。まさに愛し合う世界。天国に孤独は全くありません。愛に満ちた場所ですから。天国は、イエス様の愛で満ちた場所です。ですから天国に全く孤独はないのです。天国に全く孤独がありません。しかし地獄はどうですか？地獄は全然神の愛がないところです。全然神の愛がないところ。つまり地獄こそ永遠の孤独だということです。地獄こそ永遠に孤独、真っ暗、誰もいない、ね、もうそこには恐怖と孤独と絶望しかない世界。孤独と恐れと不安と絶望しかない世界。それが地獄です。それが地獄ですね。しかし天国は喜びに満ちた場所、楽しい場所、ね。皆さん、神様は孤独を通してご自身を進めています。日本が今孤独社会なのは意味があるんだということですね。日本が、孤独社会なのは神様が、神の愛が なければ、孤独になってしまうよ。傷つけ合うよりもいいかもしれない。でも私を信じることによってポジティブな楽しい人間関係ができるよということ。イエスキリストが必要なんだ、イエスキリストが必要なんだということを神様は教えたいんですね。ですからある意味では、ニート万歳と同じように孤独万歳と言ってもいいでしょう。なぜ孤独万歳なのでしょうか？孤独だからイエス様を求めます。孤独だから、イエス様が必要だということが分かってきます。皆さん、孤独には意味があるんだということですね。孤独だからどうしたらいいんだろう。孤独だからね、孤独を解消する方法を知りたいと求めるようになるわけですね。はい、今日はいろんな話をしました。愛が本当に人間関係の絆なんだよということですね。自分を、受け入れてほしい、理解してほしい、自分を愛してほしいと思うのは当たり前です、ね、理解してほしい、認めてほしい、愛してほしい、それはまさに神の愛なんだよ。神の愛というのは
相手を理解することです。神の愛は、相手をですね受け入れることです、ね、神の愛は相手の愛おしいことを してあげることですね。なんと素晴らしいことでしょう。愛し合うことはまさに素晴らしいと思いませんか。愛し合う、ね、皆さん、イエス・キリストに会って愛し合う素晴らしい神の国を作ることができるのです。神の愛を作ることができるのです。皆さん一緒にそのような神の愛で愛し合う神の国を作りましょう。神の愛を作りましょう。日本を神の愛で愛し合う国にしましょう。それがリバイバルです。それがリバイバルです。それがリバイバルです。招きをしましょう。もう孤独から解放されている人もたくさんいますが、まだ孤独を感じている人、イエス様を信じて孤独から解放されたい人、アメンと言ってください。イエス様を信じて、孤独から解放されたい人、アメンと言ってください。アメン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 。天の父様、多くの人は孤独を感じています、特に日本では、孤独を感じてますが、この孤独を通して植え替わるようになりました。多くの人はイエス様を信じて解放されました。しかしまだ孤独な人もいます。今アメンと言った人たちにあなたの、平安を与えてください。喜びを与えてください。あなたが来てください。心の中に訪れてください。そうすればあなたが友になってくださり、孤独ではなくなります。満たされます。あなたが必要です。あなたがいなければ孤独です。あなたがいらっしゃるから私たちは人間関係が回復します。人間関係が良くなります。許せるようになります。愛せるようになります。イエス様、あなたが答えです。あなたが鍵です。今アーメンと言った方々の心が救われて人間関係が回復しますように、家族との人間関係が回復しますように、あらゆる人間関係が回復して孤独から解放されますように、そしてその絆が、広がってきますように、この孤独社会の日本が、孤独社会の世界があなたの愛によって回復しますように、回復しますように、神の国となりますように、神の国となりますように。イエス様、どうぞ助けてください。助けてください。愛を注いでください。信じる者に、求める者にあなたの愛を注いでください。注いでください。豊かに豊かに豊かに注いでください。私たち、あなたが友です。あなたが親友です。あなたが永遠に一緒にいてくれます。あなたが永遠にこの地においても天国においてもあなたと共に生きることができます。永遠の孤独からの解放です。永遠に孤独からの解放です。ありがとうございます。ありがとうございます。イエス様の御名によってお祈りします。アメン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 。皆さん、すごく今日はですね、私自身も学んで、孤独について学ぶことができました。本当に伝道が本当に必要だということを改めて分かりました。伝道して一人でも孤独から解放されて、一人でも喜びに満ちる人生、一人でも、人間関係が持てる人生が始まるといいですね。ありがとうございました。ありがとうございました。また明日来てくださいね。おやすみなさい。シャローンシャローン。おやすみなさい。ハレルヤ。アメンアメン。